J.I.S. ウエストディビジョンは二千五年から始まった、日本アイスホッケー連盟主催の公式社会人リーグ。J.I.S. は、北海道を中心とする J.I.S. ノースディビジョン、東北の J.I.S. ノースイーストディビジョン、東日本の J.I.S. イ,イ,イーストディビジョン、東海、北新越の J.I.S. セントラルディビジョン、西日本の J.I.S. ウエストディビジョン及び、九州の J.I.S. サウスディビジョンとに分かれる。 位置づけとしては、アジアリーグ株リーグに相当する。ただし、昇格、降格制度はない。試合は、リーグ形式で勝ち点で、総合順位を競う。勝ち点は、勝利は3点、オーバータイム及びゲームウィニングショットでの勝利は2点、オーバータイム及びゲームウィニングショットでの敗戦は1点、敗戦は0点となる。シーズンによって、大会方式は異なるが、 基本的には1回戦もしくは2回戦争あたりである。初期の大会では、優勝チームには、アジアリーグで唯一西日本に本拠を置く日光神戸、アイスバックスへの挑戦権が与えられていた。2012から13シーズンより優勝チームは各、ディビジョン優勝チームとの J アイスプレイオフに進出する。2020から21シーズンは、コロナ感染症拡大の影響により、1月に、 香川県で開催される予定だった香川大阪戦と香川和歌山戦が中止となった。2005年から6年大会、2006から7年大会、2007から8年大会優勝のサーパス、香川は日光神戸アイスバックスに挑戦したが敗北した。2009から10年大会優勝の香川、アイスフェローズは東北フリーブレイズと交流試合を行い勝利した。ありがとうございます。